さて地球さん、はい、今日はエビコン縛りですよ。エビコン縛りです。強気ですよね。エビコン縛り、はい、アミコン縛りで、はいはいはい、うん、で今日はあの僕じゃないんで、ん、主役が、え、いきなり、いきなり私ですか。地球さんです。でもほらやっぱエビコン相当テストしてもらったじゃない。はいはい、ね、そんな地球さんがエビコンでカサゴを釣るところをまともに動画一本も撮ってないんで。なるほど、うん、で一番聞きたいところは、はい、もうスワシャとかジュラクロとかいろんなもんでそのカサゴでっかいの釣ってたけど、はい、エビコンを使ったカサゴのね面白さとか楽しさとか、はい、うん、その辺をぜひぜひあの見てる人に伝えてもらえたらなと。はい、わかりました。で乗ったの、乗った、よしよ、やった、あー抜けた、来ました、エビコン、お、来たもう一回壁際に、よいしょ、本当はおかっぱりで映したいんだけどね。そうですね。今ねコロナ禍でもうとにかく入れるポイントが極端に減っちゃって、はい、超絶寝がかり、寝がかりそうですよねこれならね。もう普通寝がかり回性能はさすがにすごいの一言ですけどね。よしこれで乗っただろ、乗った、よしよ、やっと乗りましたよ。そうなのよ、これね自分もっとちっちゃいのまで釣ってる、エビコンと同じサイズのまで釣ってる。エビコンのサイズに比べるとねこんなもんですよ。さーてもっとでかいやつを、ここやると違和感を思いますね。あー、あのあれですよね、ミニマルで昔やってたあのゲームですよね。よし、当たった、乗るか、乗った、よし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 。あのね、意外に浅いです、いるところが浅いんだ。はい、連発、連発ですよ。こいつも可愛いサイズですけどね。よいしょ、エビコンで、エビコンのプロと呼んでください。エビコンのプロだ。今、エビコン、シンカー増しにしてるんですけどね、多分いらないかな、食ってくるところがね実は結構浅いところで食ってきてます。地球さん、はいはい、女だよねこれ今。すごいですよね、イソ感度上げてるんだ、ガチャガチャの中に投げてるわけ、はい、そうですよ、今入れちゃいますよ、ほらもうあんなところに放り込んで全然平気。これ 10m で入れたら一発だよ。一発ですね。ガチャガチャ。これかなり急角度でこのテトラがガッガッガッと足元まで入ってるんだよね、僕たちがこう立ってる位置ぐらいで、はいはい、だから普通だったらその放り込んだ瞬間は良くても次の段に落とした瞬間に滑り落ちちゃうんですよ。はい、今リーダーを直しました。あのエビコン注意してもらいたいのはやっぱりリーダーですね。とにかくあの根掛かりはしにくいんだけれどリーダーにその分すごいダメージがきます。だからそこのところは気をつけないとね、せっかくのエビコンロストしちゃいますからね。ぜひぜひあの1匹釣ったらもうチェック、必ずチェックするような形にしてください。さーてもう1回いきますよ。よしよし、ギリギリ入りましたね。あー今バイトした。いいよっ、あー抜けた。やっぱりあれですね、ギリギリに入れてちょっと次の段に行ったぐらいで食ってきたんで結構浅いところで食ってますね。あーもうやっぱバイトがこっから下になるとないな。再度行きます。よし、いいとこ入った。着定して、で着底姿勢で待つ。当たり、おーし来た、よし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 。よし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 。
どうですか。これも可愛いけれど狙い通りって感じで来ました、エビコン。はい、ではお帰り願いましょう。ほぼ連発じゃないですか。ですね。よし、これもいいとこ入ったでしょ。見えますね。うん、これそうですそうです。普通だったらもう絶対もうアウトって感じでしょう。 10g ですからね、あれ。しかもウェイト足して、しかもそこでステイができる。絶対アウト。あの沈み位置を考えたら、これね、あの感じだったら、角度だったら、あそこが見えてるところからだって3メートルぐらいまで、手前まで。うんうん、そうそう。その上をはわすような感じ。そう、あのテトラの上をはわすっていうのかな。で、斜面でも明るいところで、あの透明度高いところで見ると分かるんだけど、斜面のところに乗っかって立ってるんですよ。滑り落ちていかないの。うん、ラインテンションある程度かけてればなんだけど、これが今まで攻められなかった。攻めてるね。よーっと来ました、来ました。普通だったら絶対ティグヘッド、はい、なあれ、これは来ましたよ、メバル。メバ、メバ、本当だ、すごいね。いや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 、このテトラ体でこんなね、小さい、しかも小さいってのがいいじゃないですか。このエビコのサイズと比べてみてくださいよ。いやー、これは最高ですね。今ね、メバルの方が深いところにいました。あのもうカサゴがあのさっきから食ってくるレンジよりも全然深いところ行っちゃったから、回収しようかなと思ったタイミングで来てくれました。今ね、船が実はバックしてるんですよ。で、ベイトタックルを使うところのメリットの一つは、こういうタイミングですぐクラッチを切って糸を出せるところなんですよね。あのこの場合、そのテトラの上にステイさせた状態で誘ってるっていう形なんで、この状態でその糸が出せて、ラインテンションかけたまま、当たり取ったまま、あの自然に糸が出せるっていうのはすごいメリットになってます。スピニングラック、ん？これは？おお、しょ、いつの間にか食ってましたね。当たりが取れると言いつつ取れてねえじゃねえかとかって言われそうですけど。よし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 、ちょっといいぞ、ちょっといいぞ、さっきより。これどうですか。あのやっぱりね、同じような感じです。かなり浅い場所でした。で、今ね、船がバックしながら、いたんで、あのベイトタックルのクラッチを切りながらそのまま糸をずっと出してステイさせたまま待ってたら、スポッて食ってくれたみたいですね。絶好調、絶好調。楽しい。絶対楽しいですよね、エビコンの釣りは。そう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 。ってことはさ、完全にテトラの上に乗っけて落として、落として落としてっていう、うん、テトラの脇からポンと出てくる。そうそう、片方を狙うってことです。そうそう。あ、新たな釣り楽しいね、これ。普通じゃ絶対今までできなかった、うん、釣りだから、うん、テトラの角度をさ、イメージしてジグヘッドを操作できる人間はやるかもしれないけど、うん、そうじゃなければさ、みんな放置プレイでさ、あ、大丈夫だった、はい、あの絶対寝かかるもんね。そうなんですよ。それはすごい。じゃあこれもリリースします。これ新たなちょっと釣りでいけるよ。行きますよね。楽しいよ、楽しそうだよ。船長もびっくりだよ、つけどね。これね、なんて言うんだろう、カサゴ釣りをやったことある人なら絶対わかると思うんですよ。その今までこれができたらもっと取れんじゃないのっていうようなところがあるじゃないですか。それができちゃうね、普通だったらあんなところ投げたらもう終わってるんじゃねえみたいな。寝かかってないでしょ、ね、うん、頭がでっかいから寝たらない。そう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 、頭がでっかいし、全長もね、6センチ普通のメバルプラグにしてもかなり大きい方になるんですけれど、これが結果的にこうやってなると障害物に対してもう全然フックが引っかからないですよね。まあ腹の方にフックが、あってもかなり根掛かり回避できるんですけど、こういうもう思い切ったところをやりたいときにはもうフック取っちゃっても全然平気。
もうもちろん腹側を取ることによって、まあ腹筋率はちょっと下がるかもしれないんですけど、もうそれを上回るぐらいのバイト数が増えるから全然これでも OK です。頭の方から落としていくんで、波打ち際ギリギリ前に落として、はい、でだんだん深い方に引きずるというか、ちょっと跳ね上げながらポンチョンチョンチョンと落としていく感じで、ダートさせながら、ダートっていう感じじゃないよ、もう本当にあもうコンコンみたいな、そうそうそう、小さいリフト&フォールみたいな、そんな感じです、はい、もし当たりがあったら、はい、それがどれぐらいそのテトラの水深のところかっていうのを見とく感じで、はい、ここのラインです、足元ぐらい、でそういうこと言ってる間に釣ってしまいました、ごめんなさい。はい、はい、エビコンカサゴ釣りました、お見事です、はい、だから完全に乗るまで合わせちゃダメっていう感じかな、掴んじゃえばこういう感じですよ、はい、やめて。ラインがどのあたりか分かったんで、はい、そこのところでやってます、で何度もねアタックしてくるんだけど食ってくるっていう感じじゃない、でわざとそこのところでじらして完全に乗るまで待つって感じかな、来た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 、うん、地球重い、お重い、でかい、おお来たー、見て縦丸のみだ、見て、エビコンの丸のみ、おーすげー、すごい、タパからずっぽい、口が閉じないよって言ってる、やっぱり階段の3段目にいたの、うん、ね、1段目じゃなかったです、ね、3段目だろう、テトラが1個、2個、3個落ちたとこね、うん、エビコン顕著なもんだよ、この食われ方すごい、すんげー口閉じない、こ口が閉じない感じの、やったー、どう楽しい、寝がかりの心配もないし、こんながっつり食ってきてくれるから楽しい、エビコンのね、うん、面白さっていうのは、はい、こういったようにシビアな状況でじっくり探れるの、うん、普通のやつだったら寝がかりは怖くて、うん、着底したらすぐ上げなきゃならないみたいなところで、うん、じっくり探りながらどこが厳密に精密にポイント探ってこない、すごい面白い、だから今みたいな状況すごく楽しいですよ ね、 ね、ここの普通に打っても全然当たらなかったじゃない、ね、うん、でもここのラインで完全に決まってる、楽しい、しかも赤根ちゃんがいつも使ってる、ね、ジグヘッドはじめワイルドリグだとどれぐらい目がかりするか想像つくでしょ、ここもうね多分ね一回もこうちょんちょんもできず、もう一発で、あれもう値上がってたって、それくらい荒いとこだよね、あそうですね、だってテトラの中だからね、テトラの中にもはやジグヘッドもこれも入れたくない感じなのに根がかんない、よし写真、さてメバルポイントにやってきました、でこれからちょっと試しというかなやってみます、エビコンのミニサイズですね、メバルサイズ、アミコンでいいのかな、をちょっと試してみます、渋いというかなんというか、こうよしだったこんなしっかり乗ったね、よしだった、あれちょっとおかしくないかこれ引き方が、メバルパッドでかいですよそうですねっていうかあれおかしいねか銀色に光ってんじゃないのたまにいるよ慎重にでかいのかな、尺だな、メバルなら尺だな、メバルならね、ひょっとしてチューブ
あー可能性はあー、あるな、それもシルバスっぽくないよね。マルダさんって書いておー、これは死ぬっぽいな。じゃあこっちかな。まだ浮かないんだ。お、死ぬだ死ぬだ。俺の勘が当たったろ。はいはい、来ました。チヌだよ。いやー、いいの来たじゃないですか。はい、来ましたね、いいの来ましたね。目張りじゃないけど、うん、いやー、テスターの仕事今日は満点ですね。はい、ちょっと待ってね。おー、すごい。おお、よし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 、巻きすぎたよ、興奮しすぎたね。そう、回収しようと思ったら来ました。アミコンメバルだ。よしよし、可愛いもの同士。ほら、あ、自分のこと可愛いと言うんだ。私じゃないよ。よしよし、私じゃないですよ。ほら、で、うん、上がってきた。で、急いで食ってきたっていう感じだと思う。なるほど、うん、あ、行っちゃうみたいな。うん、結構ね、重いからね、飛ぶんですよ、これ。飛ぶし、行きたいとこに行く。うん。でも、こういうね、ルアー待ってたと思う。ベイトダックルで非常に使いやすい。おーし、来た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 。フォールできましたか。え、何？あ、チヌか。チヌっぽいか。チヌっぽい。あ、あるある。あ、やっぱりね。はい、ナイス。あ、いいサイズじゃん。いいサイズじゃん。立派。立派なチヌ釣れた。うお、久々に釣った。嬉しい。だけど大きい。なんかいいサイズだよね。うん、ゴンゴンゴン来た。うん、あそこのところの壁のところについて待ってんだと思うんだけど、ボールで当たったから、うん、でゴゴゴン来たから何かと思って、40メバルかと思ってよ。さっきだかどっかで聞いたような。そうそう、あ、すごいよ、いいとこかかってますね。ね、ほら、これね、かかりところ悪いとすぐバレちゃうからね。うん、唇のいいところにかかってくれた。確かに、うん、いい感じの上手な食い方をしてくれました。うん、やったー、チヌ釣れたました？来ました？来ました？お、お、どうだ？おい、いたいたいた。いたじゃないの。言われた通りです。奥にいたら聞いたけど。おー、よしよしよし、重かった。来たよ、やりました、やった、エビコーンで先生やりましたね。ありがとうございます先生。プラグでキャサリン。お疲れ様でした。お疲れ様でした。面白かったね今日の時ね。あのガレバの笠原市に始まって、今日使ったのはね、あのエビコンとアビコンという2つの、はい、まあ、シンキングプラグなんだけど、はい、この2つのプラグって地球さんもね、プラグ付けで随分いろんなもの使ってるけど、ちょっと経路が違うでしょ。ですね、あのプラグってある意味その交通っていうのがあるじゃないですか、うん、なんかその意図した設計者の意図したあの表層をね、極表層を通すとか、
あとサスペンドさせてそのタイミングでとかっていうのは、そうですね、うん、まあレンジをね、特にメバリスライディングだとかなりレンジ意識しないといけないんだけど、はい、このアミコエビコンっていうのはオートマチックなレンジっていうのは決まらないんですよね。だけどその分、そのアングラの任意のレンジをいろんな角度で通すことができるっていうのはこの面白いところだしね。まあ、あのガレバをやれるっていうのはフォルムがもうとにかく生きてて、もう地球さんも本編の中でずっと言ってくれたけど、本当に根がかるしね、はい、ねえ、うん、あれのおかげで随分なんか取れなかった魚が取れるようになりましたね。そうね、その面白さ、はい。